だったらじゃあ天然甘味料だったら OK じゃないかっていうふうに考えられる方もたくさんいらっしゃるわけなんですね。避けた方がいい最悪の甘味料、そのアガベシロップ。こんにちは。今回は史上最悪の天然甘味料アガベシロップについてお伝えしたいと思います。で、まあ、よくですね、そのじゃあそのこういう話をしてるとですね、まあでもそれでも安全なね、その甘味料を使いたいとかでいうね、そういう質問とかも受けるわけなんですけれども、そのよくあるのが、まあその人工甘味料はまあダメでしょうみたいな感じでね、まあアスパルテームもダメでしょうという方は結構いらっしゃるわけなんですけど、だったらじゃあ天然甘味料だったら OK じゃないかっていうふうに考えられる方もたくさんいらっしゃるわけなんですね。で、実はそうではないんです。で、一番まずいのはそのアガベシロップなんですね。で、これが非常に恐ろしいほど、まあ内容が悪い糖質なので、ぜひね、その気をつけていただければというふうに思っているんですね。で、それはなぜそうなのかということを今回お伝えしたいと思います。で、じゃあまずですね、そのじゃあアガベシロップの中で、まあこの糖質、普通の砂糖というふうに考えてみていただいてもですね、砂糖の中にもその糖質のその種類というものがあってですね、基本的に2つあるんですね。で、それは何かって言ったら、1つはブドウ糖という糖なんです。これはグルコースって言われているものなんですけど、それに対して、果糖、ね、っていう、まあ、フルクトースと言われているものの、この2つから基本的に糖質がこうやってなっているわけなんですね。で、普通のそのテーブルシュガー、砂糖、白い砂糖とかって言われているものは、じゃあどのぐらいの成分が含まれているかって言ったら、まあ、ブドウ糖 50% に対して、果糖 50% なんですね。で、その大体半々ぐらいにその含まれているわけなんです。で、非常に、ま、やばいとかって言われている、まあ、果糖、ブドウ糖、液糖っていうものは、だいたい 45% がブドウ糖で、55% が果糖になるわけなんですね。で、だったら、じゃあ、アガベシロップはどうなのかっていうとですね、ブドウ糖、実はま、15%、20% ぐらいに対して、果糖が、なんと、80% もあるわけなんです。で、このブドウ糖、果糖のこの違いなんですけども、ブドウ糖っていうのは、基本的にその体内でこうやって吸収されたらですね、全身の細胞でこのブドウ糖っていうものをガソリンとしてですね、ミトコンドリアエネルギーにこう変えることができるわけなんですね。なので、そのブドウ糖が入ってきても全身の体で代謝してくれるわけなので、まあ基本的にまあ過剰になるのは良くないんですけども、でも果糖と比べたらまだマシなんですよ。で、だったらじゃあこの果糖の方は一体何が起きるかっていうとですね、その全身で代謝されるわけじゃないんですね。で、この果糖がどこで処理されるかって言ったら、これは私たちの肝臓で処理されるわけなんです。肝臓。で、これはその肝臓で処理されるっていうことは一体どういうことが起きるかっていうとですね、そのまあ基本的にアルコール飲んだりとかしたら肝臓に悪いっていうわけじゃないですか。毒素が入ってきたことによって、それをアセトアルデヒドとかって言われているものをこう、まあ、分解することによって処理をしているわけですよね。で、果糖っていうものも実はこれ肝臓でしか処理することができないわけなんですね。で、そうやって考えていくとですね、じゃあこの肝臓で処理されることによって、その過剰の果糖が含まれてくるとですね、非常に様々な大きな問題を引き起こしてしまうわけです。で、一つは、その、まあ、アルコールをいっぱい飲んでいてもそうなんですが、肝臓にですね、脂肪が、溜まってしまうわけなんですね。で、これは、まあ、脂肪肝というふうには言われているわけなんですけど、それを招くとですね、その、まあ、中性脂肪が多くなってしまって、で、それで、その病気の原因になってしまうというのが、こう一つあります。だから、果糖を過剰に摂取するっていうのは、肝臓に非常に負担をかけてしまうっていうところですね。で、もう一つは、これ、果糖を摂取するとですね、インスリン抵抗性が起きてしまう、まあ、つまり2型の糖尿病のこう原因になってしまうというところがあるわけなんですね。で、そのね、糖尿病の方がよく見ているのはその GI 値、まあ、そのグリセミックインデックスっていうものがあって、そのブドウ糖を100として、で、それでどのぐらいその摂取した時にそのインスリン、まあ、血糖値が上がるかっていうふうに見ている指標なんですが、このアガベシロップっていうものはね、言いましたね、ブドウ糖が 20% しかないってことは、そのグリセミックインデックスは低いわけなんです。で、その分その残りの 80% が肝臓に負担をかけてしまう、脂肪肝になってしまう果糖になっているわけなので、そのインスリン刺激しなくても
肝臓にすごい負担をかけてしまうというところで言うとかなりまずいわけなんですね。でそれを結構ね、そのアガベシロップを売り込んでいるそのサイトとかを見るとですね、驚きの低 GI 値とかというふうに言っててですね、この糖尿病の方にも安全に取れますみたいな感じで言ってるわけなんですが、その半分その肝臓に負担かけてインスリン抵抗性を増やしてしまうというところで言うと、これはまずいわけなんです。だからそのまず気をつけていただきたいっていうところですよね。でさらにその肝臓にそうやって負担かけて処理させてしまっていると、その LDL、まあ、つまりですね、その、まあ、悪玉コレステロールって言われているものもこれが増えてしまうわけだし、であとはその尿酸を増やすっていうところと、まあ、血中のその乳酸っていうものも増やしてしまうわけなんですね。ですのでその、まあ、非常に高い過糖が含まれているようなものっていうのはできるだけ避けた方がいいわけなんですね。ですのでその、まあ、じゃあ甘味料で天然だから大丈夫っていうふうに言われて、アガベシロップは、まあ、マクロビオティックの世界でもよく使われているわけなんですけど、このアガベシロップっていうのは非常に過糖が高くて避けた方がいい最悪の甘味料になるわけなので、ぜひねちょっとこれだけはちょっと気をつけていただければというふうに思います。はい、それではですね、今回は史上最悪の天然甘味料アガベシロップについてお伝えしました。もしこの動画が参考になったって思われたら、この動画の下にあるところですね、評価ボタンで高評価をぜひお願いします。で、まだ、チャンネル登録をされてない方は、自然中クラブの YouTube チャンネル、ぜひ登録していただいて、次回の動画もね、更新された時に、ぜひ、見ていただければというふうに思います。ありがとうございました。